マシュー・デラベドバは、オーストラリアのバスケットボール選手。ビクトリア州、メアリーバラ出身。NBA のクリーブランドキャバリアーズに所属している。ポジションは、ポイントガード。デラバドバ with ザ・クリーブランドキャバリアーズ in 2014。デラバドバ with ザ・バックス in 2016 4歳の時に、バスケットボールを始めた。オーストラリアビクトリア州の高校在学中、メアリーバラブレイザーズ、ベンディゴブレーブスでプレーした。デラベドバはバスケットボールの他にオーストラリアンフットボールも行っていたが、バスケットボールに専念するようになった。2007年、キャンベラにあるオーストラリア国立スポーツ研究所に入学、サウスイーストオーストラリアバスケットボールリーグで3シーズンプレーした。高校卒業後、NBA 選手を目指すために渡米し、同郷のパティ・ミルズが通っていたセントメリーズ大学に入学。4年間プレーし、1933得点を挙げて、それまでダニエル・キッカートが持っていた大学記録を更新、778アシスト、3ポイントシュート成功288本成功の大学記録も作った。2014年2月15日、大学時代の背番号4番が永久欠番となった。2013年の NBA ドラフトでは指名されなかったが、同年夏に行われたクリーブランドキャバリアーズのサマーリーグに参加し、最終ロースターに残り、2013年9月12日、2年130万ドルの NBA 最低年俸でキャブスと契約した。3月26日のデトロイトピストンズ戦では、ベンチから出場し、自己ベストの21得点を挙げて、97から96の勝利に貢献した。2014年7月のサマーリーグにも参加した。11月4日のポートランドトレイルブレイザーズ戦で、左足の内側側副靭帯を痛めて、全治4週間から6週間であることが報じられた。同年12月8日のブルックリンネッツ戦で復帰した。2015年2月11日、ライジングスターズチャレンジの出場メンバーに選ばれた。2015年5月14日のシカゴブルズとのプレーオフ第6戦では、チームトップの19得点を挙げて、チームにとって2009年以来となるカンファレンスファイナル進出に貢献した。アトランタ・ホークスとの第3戦でのデラベドバのアグレッシブなプレーが、デラベドバがダーティーな選手であるか。デラベドバとあるホーフォードがリバウンド争いをした際、ホーフォードがデラベドバの頭部に肘打ちをして退場処分を受けた。これに対してチャールズ・バークレイやチームメイトのレブロン・ジェームズはデラベドバのプレースタイルを擁護し、バークレイはあんな安っぽい挑発に乗ってるようじゃあ、奴はキャプテン失格だな、とホーフォードを批判している。その激しい闘争心を武器にチームを盛り立て、怪我がちだったカイリー・アービングのバックアップ役を務めて、キャブスの8年振りの NBA ファイナル進出に貢献。翌2016年は NBA チャンピオンも経験した。その時の彼のステフィン・カリーへの強烈なマンマークディフェンスが NBA チャンピオンへの大きな理由の一つとなっている。2016年7月1日。ミルウォーキーバックスと契約した。高い確率の3ポイントシュートと粘り強いディフェンスが持ち味のコンボガードである。2015年のプレーオフでのアグレッシブなプレーぶりからダーティーな選手であるか大きな論争になった。シカゴブルズとのプレーオフ第5戦ではタージ・ギブソンに足を絡ませ思わず激怒し蹴り返したギブソンがフレーグラントファウル2で退場となった。アトランタ・ホークスとの第2戦では、デラベドバとルーズボールを競ったカイル・コーバーが右足首を捻挫し、プレーオフ残り試合の出場が絶望になった。第3戦では、上記のようにあるホーフォードが退場となっている。ありがとうございます。